宮古駅は岩手県宮古市宮町にある三陸鉄道東日本旅客鉄道の駅である。三陸鉄道のリアス線と JR 東日本の山田線が乗り入れている。このうち山田線は当駅が終点である。リアス線の当駅太郎駅間はもともとは宮古線と名乗り山田線とともに日本国有鉄道の路線であった。そのため当駅は 国鉄単独駅であったが、宮古線は、1981年に第一次、特定地方交通線に指定され、1984年に、三陸鉄道に転換されて、北リアス線の一部となった。これにより、国鉄と三陸鉄道の接続駅となった。また、リアス線の当駅釜石駅間はもともと山田線の一部であり、2019年に、 北リアス線と共に、リアス線の一部となった。かつては当駅より、宮古湾ので先不当にあった、宮古古駅までの貨物支線が接続していた。2012年に改装される前の駅端式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線の合計二面三線の、ホームを持つ、列車交換可能、そしてな地上駅になっている。互いのホームは、古戦橋で連絡している。 岩手船越駅の三陸鉄道移管により、2019年3月以降は、本州の JR 線の駅として、最東端に位置する駅となっている。これまで、JR 東日本の駅舎と三陸鉄道の駅舎は、別々に設けられていたが、2019年3月から、リアス線の経営移管に伴い JR 東日本と三陸鉄道の駅舎が統合され、 旧 j r 駅舎を三陸鉄道の管轄で共同使用する現在の形となった。三陸鉄道の車両が所属する運行本部の車庫が校内の森方に設けられている。駅舎には JR 緑の窓口、三陸鉄道出札窓口、三鉄ツーリスト、三陸鉄道と JR の短距離自動券売機、キオスク、立ち食いそばがある。また駅舎に隣接して、 三鉄直営売店、三鉄屋がある。JR の駅業務は、三陸鉄道社員が担当するが、旅行業扱いでなく、三陸鉄道への業務委託駅扱いのため、緑の窓口において、JR 単独の定期券の発売、クレジットカードの使用、駅ネットの受け取りが可能。駅業務の移管後、入場券は、三陸鉄道発行分のみ発売している。 改札は JR 山田線のみ実施。三陸鉄道の列車は、改札を行わず、乗車券、運賃は、下車時に、列車内の運賃箱へ投入する形となっている。このため、三陸鉄道の列車は、運賃生産の時間を考慮した、停車時間が設定されており、乗車は当駅始発列車を除き、下車客の運賃生産が終了次第開始となる。 現在駅舎として使用している建物は2019年3月まで JR 駅として JR 東日本が管轄していたもので1934年の開業当時から使用している建物である JR 管轄当時の2012年に三陸海岸の復興支援を目的として駅舎のリニューアルが行われた駅のテーマは浜の町で 地元の観光名所浄土ヶ浜のイメージで砂浜を表現したグレー系の外壁材となっている。また灯台をイメージしたシンボルゲートが駅舎右側の屋根張り出し部分に設けられており、この部分は夜間には光が点滅するようになっている。待合室の天井部分は海岸線のイメージで上下に波打つようなルーバーが取り付けられている。 また駅前を発着するバスの利用者が多いことから、ベンチは駅前広場側に向けられている。2019年まで三陸鉄道の駅舎として使用されていた建物は三陸鉄道本社となっている。2000年度以降の推移は以下の通り、岩手県北バス三陸鉄道 JR 東日本。ありがとうございます。